ブルシェルやりましたけど、これちょっとですね、話としてですね、ちょっとトゲトゲするので、これはあんまり参考になりませんので、すべてはもらわればいいと思います。でですね、これなんでこういう話をするかというとですね、ボーイズラブ作品が教えてくれることってあるんです。こっからが問題です。なんでこういうものを読むといいかっていうとですね、まず1、誰が誰をどう愛してもそれは否定されるものではないっていうこと。犯罪と不倫が除きます。個人的にはですね、私は不倫は地獄に落ちればいいと思ってますので、ね、ですけども、誰が誰をどう愛するっていうのは、それは形ではないんです。どうあったっていいはずなんです。ということが、これ、例えばですね、男女共同参画とかジェンダーフリーとかいろんな教科書あります。私もそういう講座やってます。SDGs のバッチつけて。やってますけれども、やってますけれども、でもこのね、なんで漫画がいいかって、だからいろんな漫画教材って本当に勉強になる。で、これが押し付けがましくなく分かるのが実はボーイズラブなんです。はい、そして2番目、これも大事。